リエです。本日もよろしくお願いします。ということでね、今日はドラゴンズグッズ全部紹介していこうと思います。今日の動画をね、最後までご覧いただければね、いかにアウトローインハイが2013年からね、ポストシーズンの経験はないですけど、一生懸命ドラゴンズを応援してきたかったことがね、伝わると思うので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速いきましょう。まずこれね、このユニフォーム懐かしいなって思われる方もいると思うんですけど、この2015年のね時のユニフォームです。ちょうど私がね初めてユニフォームを買ったのはこのユニフォームなんですけど、これビシエド選手ね、まあ新しいもの好きということで2015年にビシエド選手が入団してきて、このユニフォームを着て応援してました。京セラドームでね、ビシエド選手が、開幕3連発打ってね、本当に感動したのを覚えてるんですけど、これ見ていただいたら分かるんですけどね、分かるかどうかは分かんないですけど、ここ汚いですよね。ここの色がちょっと変色してる、汚いのを見るの苦手な方は申し訳ないんですけど、これ色が変色しててね、まあ、これぐらい洗えよって話なんですけど、これぐらいね汗が染み込むぐらい応援してたわけですよ。当時ね、この頃多分中学生ぐらいだと思うんですけど、あの試合がね、学校があるじゃないですか、まあ、中学生とはいえ。で、学校が終わったらね、もう全力で走ってね、帰って野球をねテレビの前で応援して、まあ、汗がたらたら流れてね、こんなように色が変色したわけですよ。森政権あたりかな、森政権あたりで買ってたユニフォームなんですけど、これ大島選手ですね。この大島選手ユニフォーム、ここの色が変色してしまってるんですよね。まあ、汚いといえば汚いんですけど、これもね森政権の時なんですけど、これ京田選手ですね、ビジター用のユニフォーム、ね、これが与田政権の時に買ったねネオ選手ですね。初年度与田さんがねくじを当てたということで、このネオ選手の、ユニフォームもね、ちょっとここら辺が汚れてますけど、本当に一生懸命応援したっていうのがね伝わるかなと思います。そしてこれはねサードユニフォームですね。これも名古屋ドームに行った時に来場者限定でもらったと思います。確か結構これもね渋さの中にかっこよさがあってね、いいのかなと思います。あとはこれ、あのファンクラブ限定介入、ファンクラブに入るともらえるユニフォームね、これちょっとサイズ小さいんですけど、これもちゃんと持ってます。まあ、あともちろんビジターのね ビシエド選手しっかり持ってます。このビジターだとね、ここの汚れ具合がよくわからないんですけど、あと今ね僕が着てるこれも与田政権の時のホームのユニフォームです。さっき見せたね森政権の時とは若干ね違いがあるんですけど、あとはこれは森政権が谷繁政権の時の確かサードユニフォームですね、この色も。でこれは22番なんで大野雄大選手ですね、多分これ森政権の時ですね。まあ、とにかくこんだけユニフォームいっぱい持っているということです、ね、ユニフォームの色が変色してね汚いと思われた方もいると思うんですけど、実はねここにエピソードがあって、一つ大きな、これはね伝えておかないといけないと思いまして、一番私の中で思い出に残ってるのがね、当時中学生の時かな、英語教室に通ってたんですよ。で英語教室っていうのはね、学校が終わってから行く感じだったので、まあ、夜8時とか9時に終わるわけですね。でまあ試合、プロ野球ってナイトゲームで6時から始まるんですけど、その ECC っていう英語塾に行って家に帰ってくる時間がちょうど野球が終わるか終わらないかぐらいの時間だったんですよ。で ECC 終わってね、友達とかもいたんですけど、私はねそれを無視して全力疾走でね、もう駅のホームまで走って電車に乗って、で自分の家の駅に着いてね、そこから家まで全力疾走するわけですよ。だからこう職場帰りの人とか周りの人がね、頭大丈夫かっていう目でね見られてたんですけど、まあ、そんな周りの目を気にすることもなく、それよりもねドラゴンズの試合結果が気になるということで、全力疾走で家に帰ってテレビをつけて見るわけですけど、よくね負けてました。まあ、あの時ドラゴンズ本当に弱かったんで、まあ、メンタルきましたけど、まあ、それでもねドラゴンズが大好きで、よくね走って家に帰ってユニフォーム着て、こういうね変色したユニフォームを作り上げてきたわけです。あとねユニフォーム以外でいくと、このタオルね懐かしいですけど、小笠原選手がドラフト1位の時のルーキーのやつですね。2016年、この流行年少っていうのがね本当に懐かしいスローガンですけど、この時も非常にね苦しい思いしました。あとはミーハーなんでね、松坂選手が来た時にタオル買ったりとか、あと今シーズンねよく私がお前が打たなきゃ誰が打つとかって怒って使ってたんですけど、このタオルもね持ってます。早くねこの
お前が歌うだけ誰が打つのね歌詞が入ってる応援歌復活してほしいなと思います。まあ、与田監督変わったんでね、復活の可能性あるんじゃないかなと思ってます。まあ、あとはね、帽子をね、似てるんですけどね、いろいろと毎年ね買ってしまいます。とカンフーバットもね、たくさんね、この太いのもね持ってます。今ちょっとここ実家じゃないので全部紹介できないんですけど、このドラゴンズのガイドブックっていうのもね、2015年ぐらいから毎年分持ってます。またね、冬とかに実家帰った時にね、紹介できなかった分を紹介したいと思います。そしてね、なんといってもこれファンの証であるね、会員のカード、これね2017年から、毎年こうやってあるわけですけども、これね今年の2021年のですけどね、ちゃんと持ってますよっていう証明ということで、ゴールド会員でねしっかりと継続させてもらってます。もちろん今年もねゴールド会員継続しました。で、あとはね、ドアラのねこのクッションとかネオ選手のクッションとかね、ドアラのぬいぐるみとかね持ってますけど、まあね、私はね本当にドラゴンズが大好きなので、ドラゴンズ以外のグッズはね買ったことはないって言いたいんですけど、ちょっとこれだけね、ジャビットだけね買ってしまいました。名古屋から初めて東京ドーム行った時にどうしてもねこれだけは欲しくて買ってしまいました。まあ、結構こういうね、ぬいぐるみが好きで、今年もね東京に来てねいろんな球場行ったんですけど、西武ドームとか、日ハムの、札幌ドームとか、東京ドームもちろん神宮球場とか行ったんですけど、マスコット買えばよかったなと思いますね。まあ、来年はねもっといろんな球場行ってね動画をお届けできればなと思うんですけど、まあこうジャビットとドアラでねまだ2つで寂しいので、全部コンプリートできるように来年ねいろんな球場を巡って応援してね動画投稿していこうと思うので、ぜひねチャンネル登録のとよろしくお願いします。はい、ということでね、今回は、私のドラゴンズのグッズ、まあ、今ここにある分ね全部紹介してみたんですけど、まあ、ユニフォームの汚れ具合とかね見て、本当にドラゴンズが好きだってことが伝わったんじゃないでしょうか。まあ、本当はユニフォーム汚さないのが当たりなんですけど、まあ、当時子供だったこともあってね、毎日応援してるんで洗う暇がなくて、本当に毎日帰ってきては来て、毎日帰ってきては来て、ね、テレビの前で一生懸命応援してました。ぜひね皆さんのグッズもね、コメント欄に書いていただけると幸いです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、来年のユニフォーム買わなきゃな。